はい、皆さんこんにちは。現在21歳東京済み男性です。よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、以前にね動画にしたんですけど、スパイ気分が味わえるね防犯グッズ専門店に行ってきてですね、いろいろね買ってきたんですよ。なので今回はその買ってきた購入品をね紹介していきたいと思います。ってことでそれがこちらですよ。はい、ってことで何を買ってきたかと言いますと、まずこちらがですね、これがライター型のカメラです。こちら13,800円。そして超小型のデジタルボイスレコーダーね。でそして今度はこちらね、こちらね双眼鏡でございますね。そしてゴム電報だ。防犯というかこれお土産だよねこれ、店員さんもお土産の部類って言ってたからねこれね。まずじゃあ一つ目のこの双眼鏡からちょっと紹介していきたいと思いますね。こんな感じでね長いんですけど、覗くのがここが壁だとするじゃん。壁からこう飛び出してここからここでこうやって見えると、覗くと分かるんだけど普通に双眼鏡だ。めちゃめちゃはっきり綺麗に見える。でここが回転できるようになってて、ここでこうピント調整をねできると。でここをねさらにこう伸ばすことができるから、より物陰に隠れながら見えるんですよ。こんな感じになってて、ここにこうミラーがあって、ここにレンズがあるから反射してここから見えるんだよね。タナッショーは単純にサバゲーで使えるなと思ってね、サバゲーでどこに敵がいるかっていうのをこれでこの覗きながら、このね物陰に隠れながらこうやって敵がどこにいるかこう探せると、これめちゃめちゃ良くない？これサバゲーにめちゃめちゃいいよね。ってことでそんな感じのねこの双眼鏡でございます。そして次がねこの超小型録音機。これすごくない？わかる？これ超薄いし、マジで小指？俺の小指ぐらい。例えばだからこういうのをこのね胸ポケットとかに入れといて、こう相手とのね会話をね録音したりとか、あとはねこれ普通になんかパソコンにつないで音楽をね入れられるそうなんですよ。音楽プレイヤーとしても使える。ここにねこれ穴あるんですけど、これイヤホンジャックなんで、ここにイヤホンさせるんですよ。でこれイヤホンさして普通に音楽聴くのも全然あり。 iPod Touch とかいらねえぜマジで。このサイズだよ、授業中バレずに音楽聴けます。これでまあ確かに最近ちょっとね暖かくなってきて、いよいよ桜みたいな、桜お花見したいですけど、やっぱり今年はね、コロナがどうしてもあるのでちょっと厳しいかなっていう、状況ですよね。はい、そして続いてがねこちらのこのライター型カメラ。これやばいよ、これ本当に見た目はもうただのライター。この穴の中にあるんですよカメラが。ここにあるんだけど、これはわからん。で一応ちょっとね、色とか形が似てる本物のライターがこちらなんですけど、見比べるとこんな感じですね。どこが違うんだっていう話です。でこのライター型カメラなんですけど、この上の部分がねこうやって外すとここがもう USB になってて、これを直接パソコンに挿してこうデータの、ね、やり取りをするらしいです。こちらのこのライター型カメラで撮影した映像を今からねお見せしたいと思います。それがこちらです。あ、そうなんです。スルメイカ好きなんですか？僕どっちかというとこうヤリイカ、が好きなんですけど、モンゴルも好きなんですけど、スルメなんですね。スルメもいいですよね。でも確かにわかります。やっぱりイカで行くとスルメかモンゴルとやっぱヤリイカ、なんかこの辺がやっぱ好きっすね。画質もさ、そこまで悪くもないし、音もね、一応聞き取れるので、本当にね、探偵さんが、だからその事件に関わったような人と、こう、ちょっとなんか話するときにこう、録音したりとか、やっぱそういうときに使うものだから、やっぱりこのサイズ、こんぐらいのね、ちっちゃい穴からもしっかりとね、録画できるようになってますね。で、前回も言ったんですけど、こちらのこういった商品はですね、何か証拠とか、そういうものを取るためのものであって、決してね、盗撮とかには絶対に使わないでください。もうそういうものに使ったら、もう即ね、もう即警察行きますから。はい、ってことでね、やっぱりねこれ全部ね本当にもう本格的すぎて、ちょっとねもう本当にすごいの一言しかないです。普通になんか外でさ撮影したい時とかにさカメラ持つのさちょっと重たいから、このライターカメラでさこう外で撮影してたら頭おかしい人だよね。ということでね、少しでもすごいなとか気になったって方はぜひ高評価をしていただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。あっていうかこれはいっか、紹介しなくて。